はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はいきなりコツ持ちウィーク応援ガチャ、こちらを引いていきたいと思います。30連目でバナー PSR が1枚確定ということなので、まあ、このね PSR の確保を目的として引いていきます。まあ、サイガがね、バナーキャラとしてピックアップされているところがちょっと気になるところかな。まあ、気になるところって悪い意味じゃなくていい意味でねまあなんかその覚醒用とかで、PSR 確保できればいいと思ってます。まあ、バナーキャラに関しては一ノ瀬、サンバ、新島ちゃん、サイガ、まともというキャラになっているので、まあ、結構いいキャラだと思います、どのキャラも。で、タンガチャ1回引いて30連目まで引いていきましょう。40連目以降は特に、PSR の出現率は上がってないようなので、まあ、30連目で完全に止めていいと思います。ではではではタンガチャからいきましょう。ポイ、これはポイっと。でサイガもね結構溜め込んでるんですよね、レベル上げ用に。サイガ自身はねもうプラゴではあるんですけど。では10連の方に行きます。ここは SR1 枚確定か。ほい、まあ、仮にね覚醒が来たとしたらやっぱね PSR 大サイガか、 PSR を覚醒させないとちょっといろんな意味でねもったいないんで、うん、まあこんな感じか。サイガはまあプラゴだから特になんていうのレベル上げ用だね。本当に今回このガチャレベル上げ用になると思います。まとももだってプラゴで、サイガもプラゴで、一ノ瀬もプラゴだからねだからとりあえずその確保、レベル上げ要因を確保するだけっていう、まあ、その目的でガチャを引く。まあ、贅沢は贅沢だよね。逆の意味を取るとちょっともったいないはもったいないっていうのもありますけど。一ノ瀬、一ノ瀬はアプリの方でも覚醒はしてないよね。新島ちゃんはね覚醒してるんですけど、まあこんな感じですと。まあ、一ノ瀬はねコツがないんですけども、変化球ポイントをね稼ごうとした時には結構使えるキャラなんで、まあ、金得不確定っていうのはありますけど。30連目いきましょう。ほい、ここがバナー PSR。 ちなみにバナー PSR は誰も持ってないです。はいやいやまあ別に演出とかもういいんだけど、うん、安定の確定枠しか入ってないな。一ノ瀬、一ノ瀬って50になると何がつくの？ちょっと1枚引っ張り出して見てみようか。で、そう、あと今はねガールズピックアップガチャも実は来てる時で、はるかちゃんで、ね、欲しいんで、こっちもね今日は引かないですけど、こっちも引きます。はるかちゃんはねマジで欲しい。うちのねパワチャレのメンバーに入るためには独身術必須なんで、独身術を持ってないやつはどんなに強い選手であろうと外れるんで、独身術あるとねマジ楽ですよ本当に。ちょっとこいつ倉庫に眠っててもらって、ちょっと一ノ瀬を引っ張り出してきます。いた、で一ノ瀬、一ノ瀬どこだ、いた、あ練習効果アップ 10% か。あーなるほど、そうか、固有で練習効果アップがついてるけど、これってあれちょっと待って、練習効果アップ35で 5% がついて、これ多分9歩表かな、違う、初期評価75、練習効果アップ、あ9歩表ではないか、得意練習率アップがついてるから、9歩表は35で練習効果アップ10がつくんだっけ。
まあいいか。練習効果アップ5がついて40だと、これ多分5だよね。多分5プラス5、だから15、まあ、20だったら嬉しいけど、まあ、20にはならないと思うんだよね。だから練習効果アップ最終的には 15%、まあ、試合経験点ボーナスもあって、タックは70で変化球ボーナスがね、まあ、45で8つくんで、あそうだよね、タック70だもんね。で得意練習率アップが一応 10% ついてると。まあそんな感じか。練習自体は経験点は稼げるキャラだと、思いますので、まあ、ただ一ノ瀬自体はね、ほんと限定キャラなんでそんなしょっちゅう、レベル上げできるキャラではないんで、今のところは通常の45を、使っていこうと思います。今はね強化暁が来てるんで、強化暁中にねちょっともう一回心シェイク挑戦したいというのがありますのでまあそっちもできたら動画にしていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。